続いて演奏する曲は NHK 連続小説のテーマ曲をお送りします。昨年放送されました半分青の主題歌で星野源さんが歌ったアイデアと3月に最終回を迎えました満腹の主題歌でドリームズ・カム・トゥルーが歌ったあなたとブラッターカです。それでは2曲続けてお聴きください。
最後に演奏する曲は子どもに大人気の国民的アニメ忍たま乱太郎の主題歌勇気 100% です。この曲は忍たま乱太郎の放送開始が1993年以降数多くのグループにカバーされ25年以上もの間主題歌として使用されている大人気の曲です。それではお聴きください。音楽会が開催します。盛大な拍手でお送りください。